皆さんこんにちは。みんななんか小さい頃よく遊んでた遊びとかありますか？僕ね、結構こう見えてね、アクティブな少年で、鬼ごっこ、かくれんぼ、丸踏み、缶蹴りとかね、外でとりあえずね、駆け巡るような遊びよくしてたんですね。でね、俺すげえ卑怯な人間だから、缶蹴りとか丸踏みで、だいたいね、一番最初にね、捕まった人が次の鬼になるんじゃないですか。だから僕ね、誰かが捕まるまで絶対出ないで、誰かが捕まったら、よし、チャレンジしに行こうみたいな感じでしたね。でね、みんなが捕まって自分一人しかいない。で、自分がその缶を蹴る、丸を踏んだ瞬間、そのみんなが解放されるヒーロー感たまんないですよね。最近の子たちはそうやってね、なんか外でする遊びとかってあるんですかね？僕全然詳しくないですけど、なんかゲームとかスマホとかしてるイメージしかないですね、現代の子たちは。まあ今日はそんな日本の伝統的な遊びについてになります。子供たちがね、歌いながら遊ぶっていう、まあいわゆるわらべ歌っていうんですかね、そういったものいくつかありますよね。カゴメカゴメ、檻の中の鳥はいついつである。夜明けの晩に鶴と亀が滑った、後ろの正面だあれ。このカゴメカゴメ、都市伝説協会ではもう完全に定番なテーマになっていますよね。すごい不気味で、今となってはもうホラーの部類になっちゃってるけど、僕そこまで詳しくないので、ちょっとね、みんなと一緒に見ていきましょうか。そもそもカゴメカゴメってみんなどんな遊びだったっけ？カゴメカゴメは鬼役の周りを5人ぐらいの人がカゴメカゴメの歌を歌いながら回り、歌い終わった時に鬼の後ろにいる人を当てる遊びになっています。意外とすごいシンプルなゲームですよね。遊んだことある人いますか？僕ないんですけど、まあ、とりあえずこのカゴメカゴメ、何が一番不気味って歌詞ですよね。カゴメカゴメ、檻の中の鳥はいついつである。夜明けの晩に鶴と亀が滑った、後ろの正面だあれ。このカゴメカゴメはカゴの網目のことですよね。カゴの中の鳥は、ここら辺はまだ理解できるじゃないですか。いついつである、カゴの中の鳥さんがいつ出るのって感じでしょ。で、夜明けの晩に鶴と亀が滑った、ほん、後ろの正面だあれ。ここはまあゲーム通りって感じじゃないですか。ただこの歌詞、鶴と亀が滑った、これどういうこと？すごい意味深ですよね。ここをね、考察したくなるけど何も出てこないから、とりあえずね、考察するためにこのカゴメカゴメがいつ出てきたのか、いつこのね、日本の世に出てきたのか、あるサイトではカゴメカゴメを記した最古の文献は江戸時代1779年に昔々より言い伝えし、カゴメカゴメの物語と紹介されていたようなので、江戸時代の時点で昔って言ってるから、さらに遥か昔ってことですよね。不思議なことにこのカゴメカゴメ、いつが起源なのかいまいちはっきり分かっていないんです。だからなのか、その時代にあった解釈とか、もうとんでもない数の説があるんですね。このカゴメカゴメ、そもそも何なのかっていう、現代でもたまにね、耳にする嫁姑問題、もうこれに関してはもう大昔もね、いつの時代でも同じだったのかもしれません。なんとカゴメカゴメは姑に流産させられた妊婦と胎児のお話だという説があるんです。この説では、歌のカゴメは妊婦のお腹の胎児目線で、カゴとしてカゴの中の鳥は胎児のことを指していると。いついつであるはいつ生まれるのか、夜明けの晩に鶴と亀が滑った。鶴と亀は縁起物で幸福を表しているんですけど、この鶴と亀、滑ったって表現が使われていますよね。二人が階段から滑って落ち、後ろの正面だあれは突き落とした真犯人のことを指し、これが姑のことだとする説です。これは嫁が気に食わない姑がお嫁さんを流産させ、そのお嫁さんの恨みの歌なんだとか。いや、そんなことあるって思うじゃん。ただこれがね、意外と世間のね、声に耳を傾けてみると、ネットの掲示板のスレなんかでも実際に姑にいじめられたとか、流産させられそうになったというお話があるんです。まあ先ほども言ったように、いつでもね、この嫁姑問題は存在するから、それをね、カゴメカゴメにもね、当てはめることができるという、まあさすがにね、後付けだとは思うけど、この絵をパッと見てみんなどう感じますかね。あの集団物価、まあ遊びってよりかは、なんかね、中央にいる子を茶化しているのか、まあいじめている風景にも見えたりしますよね。このカゴメという言葉は、カコメがなまったもので、カゴメカゴメは、カコメカコメと言っていて、いじめっ子を囲んでいる様子を表しているんじゃないかとも言われているんです。いついつであるは、このいじめはいつ終わるのかという意味になり、後ろの正面だあれは、いじめの主犯格は知っているけど言えないから気づいてほしいという風に捉えているんだとか。まあ確かにね、この構図パッと見たら、なんかね、ちょっといじめてるようなね、見た目には見えるんですけど、さすがにこれ後付けですよね。なんかそもそもこのカゴメカゴメってね、そのいじめてる側の視線じゃないですか。ただその急に後ろの正面であれってね、いじめられっ子の視点になってたりして、なんかめちゃくちゃやから。まあでもこの絵を見てね、いじめを連想させちゃうっていうのはもう現代の闇かもしれない。先ほど鶴と亀は幸福の象徴だと話してたじゃないですか。ただそれをね、滑るという言葉で表しています。なんか不潔だよね、その幸福の象徴がこけているからね。実はこの歌は誰かに歌
われるたびに不幸を呼び寄せてるんじゃないかと推測されているんです。夜明けの晩にの部分についても、夜が明けたのに暗いという不幸が続くという意味なんじゃないかと。なのでこの歌は誰かを呪うために歌った歌なんじゃないかという説があって、誰かが誰かを呪った歌を何も知らない人が歌い、自分の知らないところで他人への呪いを広げているということになり、特にね、純粋な子供の言葉を借りて、まあ、だとしたらそのね、呪われた人物、まあ、かなりオーバーキルされてると思うんだよね。もうね、全国の人がね、一回ぐらいは歌ったことあると思うから。しかもこのカゴメカゴメを逆再生してみると、なんかね、ちょっと恐ろしい言葉が聞こえてくるという説もあるんですね。まあこれに関してはね、ちょっと不協和音になるので、まあこれから再生するんですけど、ちょっとね、苦手な方は適当に飛ばしてください。では再生しますね。どうなんだろう、なんかみんな聞こえましたかね。なんか個人的にはすごいね、なんか神聖なね、歌に聞こえたんやけど、ネットフリックスの呪怨があるじゃないですか。あれのエンディングが確かアイヌのね、民族の歌なんやけど、あれ個人的に最初聞いた時、うわ、すげえこれと思って、すげえ綺麗じゃんと思って、なんかそれと同じようなね、感覚を今味わった。まあ、逆再生すると、お母さんが見捨てた嘘、みんなは笑顔、天まで飛ばんといった子供が母親に裏切られたようなフレーズが聞こえるというお話なんです。その部分かと思われる箇所をちょっとね、再生してみますね。どうでしょう。まあね、あえてその言葉を知って聞くと、まあ確かにそう聞こえなくもないかもみたいな感じはあるけど、この説によると昔、まだ日本の中で格差がひどかった時代、農村では全員分の食料がなかったことから、口減らしとして幼い子供を身売りすることがあったそうなんです。なのでこのカゴメカゴメの歌は、売られてしまった子が悲しみや憎しみを親に届けるようにわらべ歌として子供たちに広めた歌なんじゃないかというお話です。まあ、だとするとすげえマーケティングだよね。いじめ、呪い、恨みときたら、次はなんと降霊術です。降霊術は皆さんご存知の通り、霊や神様を降ろす術のことですよね。このカゴメカゴメは口寄せではないかという説があるんです。口寄せとは、死者を呼び出し片代役に憑依させ、質問や会話をする降霊術の一つです。おなじみのもので言うと、コックリさんとかキューピットさんとかがありますよね。難しい。そしてこの口寄せは、昔から一部の神社や岩はそういった能力者が行っていたと言われています。確かにみんなでね、手をつないで真ん中にね、一人置いて歌いながらぐるぐる回ってるのって、オカルトっぽくて、なんかの術的な感じですよね。なんならカゴメカゴメはカゴの目、六芒星のことだったら、カゴの中の鳥、六芒星の中に一人で完全に魔法陣ぐるぐるですわ。そして降霊術で呼び出した相手を円の中の片白役に下ろし、降りてきた霊に向かって歌の最後で言うと聞いているんだと。本当かよ。まあこんな感じでね、いろいろ説はあるんですけど、おそらく一番有名なのが江戸時代の遊女の歌ではないかという説です。カゴメカゴメはカゴの女と書いてカゴメと読み、カゴの中の鳥はカゴの中の鳥のように自由のない存在、売買される女性のことを指していると言います。次にいついつ出やるは、いつここから出られるのか、いつ自由になるのかという女性の願いを表していて、夜明けの晩に鶴と亀が滑ったの部分は、夜明けのまだ暗い時間帯、みんなが寝静まっている頃、カゴから出て恋人と駆け落ちするはずが、縁起物の象徴である鶴と亀が滑った、二人の駆け落ちが失敗した。そして最後、後ろの正面誰は、カゴに連れ戻された時に誰が目の前にいたのか、裏切ったのは誰かということを表しているそうなんです。江戸時代、農村や漁村、下級武士などの貧しい家庭の親が生活難のため、借金の方に娘を義老と言って遊女を客と遊ばせるお店に売ったり、若い娘が悪い男に騙されて義老に売られたりということが結構あったんですね。義老に売られてしまった女の子たちは一番幼くて5歳とかで、大体は10代前後だそうです。そしてね、もちろん入ってしまったら自由はなく、27歳になると解放されたと。義老に売られた女の子たちは最初、カムロという役割からスタートします。カムロはそれこそ男性に色を売ることはさせられませんでしたが、先輩である花魁の身の回りのお世話や雑用しながら、義老の仕
しきたりを学び、遊女になるために教育されました。15歳までがカムロで、そしてね、16歳になると心臓っていうね、見習いの遊女になります。心臓になった女の子は姉さんであるオイラーの接客に同行し、お世話をしたり、遊女としてのテクニックを学ぶようになるんです。ある程度遊女として教育が終わると、水揚げという高い金額を払った客との行為を行い、その後本格的に遊女として客を取るようになるんです。そこから親の借金を返すために年2回以外全て働くそうなんですね。まあ、正直この話だけ聞いたらすげえブラック企業のような感じはしますよね。もう体ボロボロになっちゃうんじゃないですかね。ただ唯一ね、27歳になる前にこの技量を出る方法があるんです。それが男性がお金を払って遊女を妻として迎える身請けっていう制度だったんです。ただその身請けには大量のお金が必要で、遊女の借金、遊女が稼ぐはずだったお金、技量に勤めている人や家老などの妹分たちへのご祝儀、それと豪華な送別会の宴会料、雑費、要はその遊女が働いてる間に出る金とか稼ぐ金、経費とか、そのなぜかそれを全部そのお客さんが支払わなきゃいけなかったんですね。身請けとして買うときに。その額平均していくらだと思いますか、みんな。なんと1000万円。最上級の花魁だとなんと1億円以上も大金が必要だったと言います。しかも実際に払った人もいたそうです。まあ身請けでね、引き取られた女性たちは嬉しいと思うじゃないですか。一応ね、そのから出ることができて、一応ね、自由を味わうことがおそらくできるので。ただ落とし穴があって、なんとね、遊女にサービスしてもらうために身請けしてあげるよと、要は釣りみたいな感じで大金あげるからサービスしてっていうお客さんがいたそうなんですね。しかし散々サービスしてもらい、飽きたら駆け落ちしようという甘いことを言い、駆け落ちするために出てきた遊女を告発する。遊女が技量から逃げることは題材だったので、捕まってしまうともう表に出ることは許されず、普通の接客はできません。そうして男性客はまた新しい遊女と遊ぶと、まあ、シンプルにやってることひどいですよね。人権もクソもない時代ですよね。あ、まあ今のね、時代でも地域によっては人権とかない場所あるけど。ただ中には本当に駆け落ちをする遊女もいたんですけど、駆け落ちといってもね、恋人と心中するための駆け落ちでした。なので鶴と亀が滑ったは、幸せな二人が滑る心中の意味なのかもしれません。とまあこの説はね、すごく切ないというか悲しいね、気分にさせられるんですけど、まあこのようにカゴメカゴメは過去のね、過去に実際にあったそのダークな歴史を当てはめているということが結構多いですよね。ただ皆さん、このロマンある説もありますよね。ロマンがある解釈もあります。あの宝の在りかを示しているという説。それが徳川家康の埋蔵金伝説。1868年、江戸城は薩長を中心とした新政府によって開城しました。そこで財政難だった新政府は、城に置いてあるであろう幕府のお金を資金源にしようと城内をくまなく探しまくったんです。しかしお金なんてどこにも存在していませんでした。ここで新政府は江戸幕府がお金を隠していると捜索するようになるんですね。これがいつしか江戸幕府将軍で初代将軍である三英傑の一人、徳川家康が幕府の埋蔵金を隠し、新政府がその埋蔵金を探しているという噂が広がっていきました。様々な噂や憶測から、徳川家康が隠した埋蔵金の埋まっているであろう場所の探索がされたんですけど、今現在まで発見されていません。この埋蔵金が発見されれば、その額なんと約3000億円。みんなでね、夢つかみに行きますか。そんな膨大な埋蔵金はどこにね、隠されているんでしょうか。まず一番最初に話題になったのは、群馬県前橋市の北にある山々の赤城山です。ここは江戸幕府の勘定奉行、まあ、財政関係のトップの人ですかね、の小栗忠政が上野国今の群馬県に隠姓した際に幕府の御用金を持って逃げたのではないかと、さらに赤城山に何かが運び込まれているのではないかという噂があったからでした。この噂により、1990年代のね、 TBS の番組によってコピーライターの糸井重里氏を中心とした発掘チームが赤城山に眠っていると言われている徳川埋蔵金を捜索、重機を入れたりと大掛かりな作業をしたんですけど、結局埋蔵金は最後まで見つからなかったんですね。その後2016年10月にフジテレビの番組にて、実は赤城山はただのおとりで、埋蔵金は別の場所に埋まっているのではないかという話がね、紹介されたんです。それが群馬県利根郡昭和村の長尺墓という場所でした。長尺墓は赤城山の北西に位置し、この場所には天保の改革を進めていた老中水野忠邦が物資を運び入れていたという言い伝えが残されている場所で、前回同様番組の中で林の中を捜索していきました。この捜索では偶然にも地下へ続く階段や、その階段の先で空洞が発見され、金属探知機なんかもね、反応したんですけど、残念ながら埋蔵金は発見されなかったんですね。そんな中、今度は日光東照宮に徳川埋蔵金が存在するという噂が出てきました。もうメンヘラ彼
女並みの振り回されっぷりでしょ、大丈夫大丈夫、今度こそ大丈夫って言って。ではなぜ日光東照宮、その理由こそがこのカゴメカゴメが実は埋蔵金のありかを歌っているんじゃないかという説になるんです。高齢術の話の時にもカゴメはカゴの目と言いましたが、実際に日本ではこの六芒星の図形をカゴメと呼び、家紋で使われていたりするんです。この六芒星は6つの線によって魔除けの意味合いもあり、東京の中には六芒星が配置され魔除けになっているとか、平安時代科学と天文学を操っていた陰陽師が今で言うね京都に結界が張られているとか聞いたことある人もいると思います。そしてこのカゴメの模様が日光東照宮にあると言われ始めたんです。さらには日光東照宮の奥院には歌に出てくる鶴と亀の像まであるんですね。この鶴と亀の像が夜明けの晩に朝日に照らされると、なんと2つの像の影の先には徳川家康のお墓が、そしてお墓の後ろに建てられている祠にこそカゴメの上の部分だけがないような模様が彫られているんです。これはただ似ている模様なのか、それとも地面を指す矢印のようなものなのか。もうここまで分かっているならあとは掘るだけじゃんって思うじゃないですか。っていうわけにもいかず、まあね、歴史的文化財なので、まあ簡単にね安易にこれを捜索するっていうのは難しそうなんですね。ただ地質学上の調査でも 99.9% の確率で土や石ではない何かが埋まっていることが分かっているようなんです。ただ家康が祀られているといった理由や鶴と亀の像、六芒星の模様、これだけで本当に埋蔵金が埋まっていると言えるのか。そもそもそこに埋蔵金を隠すのってちょっとありきたりじゃねえと思うかもしれないですけど、もしかしたらそこに隠さなきゃいけない何かね理由があったのかもしれないですよね。その理由は日光東照宮の位置とカゴメカゴメの歌、そして六芒星は魔除けと言いましたが結界の意味でもあり、結界は何かを封じ込める意味もあります。ここで中国から伝わってきた五行が関係してくるんです。土星の動画でも少し出てきましたが、五行とは中国の古代思想で万物を構成する5つの元素、木、火、土、金、水で構成されています。中国から伝わったこの思想は当時日本の天文や暦、医学、そして陰陽道に多くの影響を与えました。ここから日光東照宮は江戸から北の方角にあり、陽明門とその前の鳥居を結んだ空に北極星が来るように配置されています。そして五行の5つの元素は元素を生み出す相性と元素を打ち消す相徳の効果があるとされ、各元素は東西南北の方角に対応し、東に木、南に火、中央に土、西に金、北には水が置かれます。この考えから日光東照宮の位置は江戸の北に当たるので水となり、元素を生み出す相性の体は金となるんです。ということは家康は日光東照宮自体を強くし、江戸を守るための結界を張るために日光東照宮に埋蔵金を隠したのかもしれないというお話です。またこの五行思想にはね、歌に出てくる鶴と亀も一応当てはめることができるんですね。五行の5つの元素の他に青龍、朱雀、麒麟、白虎、玄武という想像上の動物がそれぞれ東、南、中央、西、北を守っているとされます。その中で玄武は神に蛇が巻きついたような姿をしている水神で、朱雀は鳥の形をした神様ですね。この2つの神が守る南と北を結ぶ線は物事の永遠性を象徴し、いわば長寿を表します。まさに鶴は千年、亀は万年のことなんですね。ここから水と金だけでなく、もう一つの五行の考えから日光東照宮に鶴と亀の像を置いたのかもしれません。そしてカゴメの歌の鶴と亀が滑ったの滑ったは、統一という意味の滑ったと解釈することで、天下を滑った家康が江戸が長く繁栄してほしいという願いがあったのかもしれません。終わりだと思ったでしょう。まだまだ話は終わりません。まずカゴメはカゴの目、六芒星、ユダヤを表すダビデの星なので丹後の元伊勢。この神社の天部宮司によると、カゴメの歌はもともとこの神社に伝承された暗号歌であり、そこには決して表に出ることのない極秘伝が象徴として幾重にも組み込まれていると語っています。気になる気になる、どういうこと。この神社の祭神は雨のほわかりの御事と豊受けの大御神で、極秘伝によれば豊受けの大御神とは丹後に伝わる羽衣伝説の天女のことで、地上に降りてきた際にはカゴの中に入っていたと言い伝えられているんだとか。なので宮司曰く、カゴの中の鳥とはまさに豊受けの狼だったというんです。豊受けの狼は食べ物の神様で、お稲荷さんとしても知られている羽化の御霊と同一されています。伊勢神道では豊受けの狼は天照大神と並び、さらに国と子たちの神とも同一だと主張しています。その豊受けの狼は祭神とするこの神社の社門、特に裏門はなんと六芒星だというんですね。また京都府宮津市にある元伊勢この神社の奥宮である真内神社は、かつてひょうたん宮、
膝込み屋と呼ばれていました。古くから瓢箪は縁起物とされ、中でも瓢箪の形の壺の中には仙人の住む仙界が広がっているという言い伝えもあります。あのアラジンのジーニー的な。そして瓢箪の上の部分を鶴、下の水を入れる部分を亀と言い、これは天と地の神秘を暗示しているんだとか。また真内神社の石碑は新しいもので、昔の石碑はというと完全に六芒星、なんと六芒星から万華鏡シャリンガンに変更されているんです。ユダヤ三種の神器の中で瓢箪の形をしたものといえば、マナが入っていたと言われている壺がありますよね。すなわちカゴメの歌はまさにこの神社の裏社門とユダヤのつながりを表し、もしかするとそこにはマナの壺が隠されているのかもしれません。まあこのね、日本とユダヤのつながりはロマンが絶えませんよね。皆さんも大好きですよね。まあこのね、日中同窓論に当てはまるカゴメの説が、四国にある剣山、ここは何かとね、日中同窓論の舞台になる場所ですよね。山岳信仰の対象だった剣山には、古代イスラエルのソロモンの秘宝、ユダヤの三種の神器が収められているアークが眠っているという都市伝説。さらに日本の神社の構造、儀式作法、年中行事、修験道の服装が似ているなど、まあもう言うまでもなく、日本とユダヤのつながりはたくさんあるということ。紀元前1021年頃に誕生した古代イスラエルの王国は、紀元前586年に滅亡し、その時に存在していたユダヤ12氏族のうち10氏族が国外に逃れて姿を消したと言われています。当時の日本は縄文時代末期でしたが、この時に10氏族の中の古代イスラエル人が日本に訪れたことが、日本に残る文化のルーツと言われています。中でも四国88箇所の霊場は、剣山に眠るアークを守るための結界であり、四国88箇所参りのルートからどこからも剣山が見えないようになっています。しかも剣山には鶴亀岩というものがあり、昔は鶴亀山なんて呼ばれていたんです。カゴメの歌はそんな剣山に隠されたアークの秘密を歌ったもので、元は日本語ではなくヘブライ語だったと近年噂になってきましたよね。まず四国88箇所は空海ゆかりの地であり、空海はかつての日本を離れキリスト教を学んでいたとされています。そこで空海がこのカゴメの歌を作った人物だと言われるようになりました。空海は巧みにヘブライ語をつなぎ、いつか時が来るまで日本の中でカゴメの歌を継承させていったんだとか。またカゴメはね、このねヘブライ語に訳すことができて、まあ、このように歌詞と言われていたりもしますよね。ただ同時に最近ではこのヘブライ語と日本語を両方喋ることができる人がね、分析すると、まあまともなねヘブライ語としては成り立たないというお話もあるので、まあね、この日中同窓論についてはまた別の回にがっつりね深掘りしてまとめていきたいと思います。そもそもこのカゴメの歌ね、この年代によって歌詞が変わっていたという話もあるんですね。まあこのようにして江戸時代1779年のものだとされているのがこちらで、他にも満帝王賀編の童謡わらわ遊び集の中では、まあ、このように記されていたり、1915年に出された利用収集医ではこのように記されています。そして最後に新潟ではこのように、まあ、なので本当にね、時代と場所によってこのように歌詞が変わってくるんですね。まあ、これが何を意味するのかわかんないけど、もちろんね、その元となる原点があったのは確かで、それが何なのか結局は今もわからないと。どうでしょう、今日いろんな説ね、有名なものからマイナーのものまで、ちょっと怖いものまで、ね、いろんなものをね紹介してきましたけど、みんな的に一番このカゴメの説となるものなんかありました？考察すればするほど本当わからなくなるやつ。本当の起源はもっと本当にシンプルなものだったかもしれないじゃん。誰かこの中にいますかね。私、僕本当にこのね起源知ってますっていうか、この元となった説知ってますっていう人いたら、ぜひコメント欄に書いていてください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。